コシベンガンバレは、1931年に、小竹蒲田撮影所が制作し、同年に公開された、ナルセミキオ監督による日本の短編劇映画、サイレント映画である。新漢字表記、コシベンガンバレ。ナルセの監督作としては、第8作で、うち現存する中で最古の作品である。映画冒頭、コシベンこと岡部の仕事用の用靴は、 穴が開いてしまっている。右が山口勇演じる岡部、左は西村誠治演じる医師。父に叱られて泣いて帰る道で列車事故に遭ってしまう岡部の息子、進む。1930年1月21日に公開された喜劇映画、チャンバラ夫婦で監督に昇進したナルセにとっての第8作にあたり、松竹蒲田での短編作時代で最も高く。 評価された出世作である。1931年8月8日、東京、浅草公園6区の帝国館などで公開された。同時上映は、松竹鎌田の所長だった映画プロデューサー、木戸志郎唯一の監督作で、田中絹代主演の七巻の長編映画、ルンペンとその娘であった。タイトルにある、腰弁とは、江戸時代に、下級武士が袴の腰に弁当を結びつけて、 出勤していたことに由来する、腰弁あたりの略で、小役人や、地位の低い勤め人、アンサラリーマンを指す語である。本作においては、山口勇が演じる、主人公の保健官入院、岡部を表している。体裁としては、小畜蒲田で、若手監督に課せられていた南ン,ンスキ劇の形を取っているが、主人公とその家族の生活や心情に迫ることにより、 単なるナンセンス喜劇を突き抜けて、小かま田で、小津安二郎が先行していた風刺的な、小市民作品の系統を追うものとなった。技術的側面では、主人公の脳裏にフラッシュバックする息子とのやりとりの場面などで、幾何学的に画面を分割し、過剰なモンタージュが使用されている。撮影は、三浦章に名を残す三浦光雄が務めている。作品冒頭のクレジットでは、 原作、監督、ナルセミキおとされているが、脚本もナルセが書いている。後に記録映画作家となる、秋元健は、当時、小竹蒲田で、劇映画の助監督を務めており、島津康次郎監督の、上陸第一歩、野村薫帝監督の、島の娘のほか、本作も担当している。二千十三年一月現在、東京国立近代美術館、フィルムセンターは、 38分間前尺の 35mm フィルム2種および 16mm フィルムの合計3種類の上映用ポジプリントを所蔵している。同プリントは2001年10月13日同月20日、イタリア・サチーレで開かれた第20回ポルゲノーネ無声映画祭で上映された。松田映画社は本作を所蔵作品のリストに掲載していない。 ビデオグラムについては2011年3月22日に米国のクライテリオンコレクションがエクリプスシリーズ第26巻として発売した DVD ボックスサイレントナルセに収録された。サイレントナルセには他に小畜鎌田時代の作品なさぬ中君と別れて夜ごとの夢限りなき歩道が収録されている。保健官優のは毎日苦労しながら 保険の勧誘に歩き回っている。いたずら森の息子、進むは近所の子供たちと喧嘩が絶えず、その度に岡部が出て行って、今度は岡部が相手の親と喧嘩になることもたびたびである。進むが戸だけの息子の頭に炭鉱部を作った際などは、母親からうちの子にも生命保険をかけておかなくちゃと皮肉まで言われる始末。しかし、進がそんないたずらっ子でも、 おもちゃの飛行機をねだられると何とかして買ってやりたいと思う岡部である。ある日、岡部が保険勧誘のため訪れることになった家は、よりによって、その戸だけであった。気が進まないながらも行ってみると、戸だけには、ライバルの勧誘員、中村がすでに乗り込んでいた。勢い喧嘩になってしまい、危うく二人とも保険加入を断られかけるが、一計を案じた岡部は、 とだけの息子のご機嫌取りに回り、なんとか契約にこぎつけることに成功した。くたくたに疲れて帰宅した岡部だが、待っていたのは、進むが電車に引かれたという知らせであった。妻は、おろおろして、泣くばかり、岡部も、かわいい息子の一大事とあって、今までの思い出が、完全に次々と現れていた。やがて進むの容態は持ち直した。夫婦もようやく安堵し、 共に喜びあった。本作は、好評を得ることができ、これからのかまた喜劇はこうでなくてはならないと気度に、言われるなど評価も高かった。本作公開の翌週、同年8月15日に公開された、小津安次郎監督の、東京の合唱と並んで、特筆に値する佳作と、小畜70年史にも記されている。池田義信のもとで助監督を務めていたなるせは、 後輩にあたる小津ヤゴシ平之助が先に監督に昇進したことに軸じ,じたるものがあり、かつ昇進初年度の作品は翌年の本作を含めていずれも昇市民ものであり、当時どうしても小津との比較がつきまとっていた。映画視野の山本菊夫は本作の冒頭でそこに穴の開いた靴を修理に出すことも慎重することも経済的に許されず新聞紙を詰めて 自力で当座の修理をするという貧困の表現について、斎藤寅次郎の喜劇作品との類似を指摘している。ありがとうございます。